久保さん。まあ変な人ですよね。うん。変な人です。変な人ですね。うん、まあいろいろありますよね。でね、なんか久保さんの動画見終わったらなんかね、ニュースでね、年金事情みたいなの出てて、年金いくらもらえるのかみたいなインタビューしてて。 10, 10万から20万の間ですねうん10万から20万の間で生きていけるのかなってまあい生きていくしかないですよねうんまあきついっすよねさすがにうん なんか言ってたのがなんかあの税金ちゃんと納めてきたからもももあ納めてきた人にもっと払ってほしいみたいななんかありましたけど言ってましたけどうーん何十年も働いてうん細々と最後の老後は細々と暮らすっていう。 なんか現実ですね <laughs> うんまあ少なくてもまあねあ生活は維持したい部分はありますよねうんでも細々と生きるしかないっていうでもなんか,なんかね年金制度がちょっとね あのちょっと変わるっぽいですけどね、うん、まあ久保さんは年金を当てにはしてないとは思いますし僕も当てにはしてないと思う当てにはしてないんですけどやっぱその老後僕も年取ってねネット入っても17年か久保さんと出会って10年 <laughs>、ね、年もう今年40歳になりますし、うん、久保さんあと10年後60歳ですしね だからまあずっと久保さんもそうだと思いますけど僕もそうでまあお金の話をしてきてねお金のこの悩みを聞いてきてでもなかなかやれないっていう人がいてまあ僕と久保さんほどやらなくてはやらなくてもいいとは思うんですけどねだけどまあある一定はやらないとねでもなんかそういう老後の問題 切,切実なそのリアルな問題があるんだけどもやっぱやれないなんでかなっていう、うん、自分で稼げるスキルがあった方がいいわけじゃないですかてかないときついっていうの,のわけじゃないですかだけどまあ最近本当に思うのがやっぱ時間の価値というかうん僕はラッキーだったなと思うのが一番 困ることってお金の問題だと思うんですよ。ぶっちゃけその人間関係、まあ人生生きていく上で、本当にお金の問題と人間関係と健康の問題っていうのがあると思うんですけど、これが多分3つの大きい問題だと思うんですね。生きていく上で。悩みだったりとか。でも、お金の問題をクリアすると、別にその人間関係の問題って大体会社のトラブルだったりとか。 てか、会社のトラブルがほぼ8割9割だと思うんですよ。まあ、あとはまあ、恋人とかはちょっと置いといて、多分その、うつ病になるきっかけとか、会社のパワハラとか、会社で嫌なことがあるとか、そういう傾向が多分多いんじゃないかなと思うんですよ。うん。でもお、お金あったらね、自分で稼げるようになったら別に会社辞められるわけじゃないですか。うん。じゃあ、その、会社の人間関係もうないですよね。 だ僕も久保さんもそうですけど、従業員に苦しめられたんで、従業員雇わなきゃいいんですよ。もう従業員雇わなければ、従業員に対する悩み、考えること、1ミリもないですから、今。それがね、僕はすごい平和ですね。従業員のことを一切考えなくていいっていう。従業員の派閥、起きない。そう。従業員の不平不満、聞かなくていい。 だまあお金稼げるようになればね、まあ、一人でやれば、そういうこともできるわけですし、うん、ただ人間関係の問題は今、ほぼないですよね。うん、まあ、基本的にそんな会ってないですしね。直接リアルで会うこともないし。<laughs> だから今ね、ネットを通して、あのー、久保さんはね、あのー、広島にいてますけど、ネットを通して、なんだ。 まあ気心を知れたというか気が合わないとこんなんやってないと思うんですけど気が合う人としかやりとりしないですしでお客さんもそうで一万文字を書くようなお客さんとお客さんと対応すればいいわけですよねえそのなんか変なお客さんと対応しなくていいしうんまあ健康もねまあ お金稼げるようになればね、健康も維持できるんじゃないですか、あると言っては。うん。そう。まあ、一番の問題ってお金の問題だと思うんですよね。うん。だそれをやっぱやってたっていうのは非常に良かったなと僕は思いますね。うん。みんなそこで苦しむんだけども、なんか、真剣に勉強しないし、やらないじゃないですか。 でもそこのなんか、そこの部分が、こう、やって、まあこれからもやりますけどね。これからももうお金の問題しかやらないですけど。うん。みんなそこで苦しむからね。だからまあこれからもお金の発信っていうかお金のことについてはもう一生言い続けますね。うん。しかもこのニーズなくなんないしね、久保さんね。<laughs> お金の話はね、に、 なくならないんですよね。世の中から。多分。うん。マーケット的には絶対なくならないマーケットなんで。僕はまあいいなと思いますね。お金の話は。うんはい、年金問題どうしますかいってらっしゃい。